どういうこと？なくなってる！クリス？そんなに慌ててどうしたんだ？消えちゃったんだよ！食料が丸ごと！まさか、寝る前にはあったのだろう？そのはずなんだけど…クリス、大丈夫だ、元気出せ。ミーヤは元気だ。コメッコも元気。ねえ、二人とも、口の周りに食べかすがついてるよ。はっ、違うんだ、これは。さっき転んで砂が…あれ、何もついてないぞ。やっぱり二人なんだね。ごめんなさい、お腹が空いて眠れなかった。だから見るだけって思ってたんだけど、本当にごめんなさい。あのね、黙って食べてしまったのはいけないことだよ。だけどちゃんと謝ったのは二人とも偉いと思う。だから今回は許してあげる。それにパーティーメンバーであるコメッコとミーアの食欲を誤算していたのは先輩冒険者である私とクリスの落ち度だしな。そういうことだよね。さて、それではジャイアントトードを探す前にまずは食料調達だな。二手に分かれて作業に当たろうか。コメッコさんと私、ダクネスとミーアさんでどうかな。我に任せよ。いっぱい集めて名誉挽回だ。その息だよ。今度こそ美味しいご飯にありつくためにみんな頑張ろうね。おう、キノコいっぱい取れたね。ねえ、あたしたち意外といいコンビかも。我が名はコメッコ、コウマ族随一の理想の相棒にしてキノコを取り漁るもの。あれ、もしかして寝るとき寒かった？寒い道に近づいてきたし冷えるよね。これくらい平気、コメッコは強い子。あ、でっかいキノコ見つけた。これ食える？一応食べられるけど育ちすぎてるからあまり美味しくないかもしれないよ。大丈夫、コメッコは美味しくいただきます。そっか、それじゃそろそろダクネスたちと合流してご飯にしよう。ダクネスお姉ちゃんたち早く戻ってこないかな。二人ともなまら大変だ。戻ってきた、飯の時間だ。どう見てもそれどころじゃないでしょう。ミーアさんどうしたの？っていうかダクネスは？ダクネスは今カエルと戦ってる。カエルってもしかして？多分クリスの言ってたやつだ。ヌメヌメのでっかいカエル。探してたやつに違いないね。ミーアさんありがとう。ダクネスのところへ連れてってくれる？任せろ、こっちだ。このソファー！メインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。カルショバ！ルラムラルルラムラムラルラム。いたぞ、あいつだ。見ろ、体中なまらぬめぬめだ。普通のやつと全然違う。見るからに手ごわそうな相手だね。あれ、ダクネスお姉ちゃんいないよ。あれ、本当だ。ダクネス、どこにいるの？いたら返事をして。ここだ。ダクネス、早速食べられてるじゃない。ああ、私としたことが油断した隙に。ひゃぬ、ぬめぬめだ。油断って、自分から鎧脱いで突っ込んでただろう。そんなことだろうと思った。仕方ないだろう、このぬめぬめを見たら体が勝手に動いていたのだ。
まったく、ミーアが助けてやる。たーっ、ラララ、ラララ、あれ、ダメだクリス、槍の先っちょがヌメヌメで滑って刺さらない。仕方ないね。ミーアさん、コメイコさん、あいつの気を引いて。わかった。おーい、カエル、こっちだぞ。よそ見してると食っちゃうぞ。我が名はコメッコ、汝の相手はこの私だ。口を開けたね。ほら、ダークネスの鎧でも食べなよ。で、あひ、こんな粗末に吐き捨てられるとは。悪くない。金属が苦手っていうのはこいつも変わらないみたいだね。鎧と一緒にダクネスまで吐き出すんだから。さて、ダクネスは確保できたし、ミーアさん、コメッコさん、ひとまず撤退。全力で逃げるよ。うわ、申し訳ない、ヌメヌメに当てられつい我を忘れてしまったのだ。まったく、今度こそ反省してよね。でも無事でよかったよ。あのカエル、今頃ミーアたちのことを探してるかな。だとしてもここまでは追いかけてこれないよ。あの図体じゃ木が邪魔で森に入れないだろうからね。ダクネスを助けた時も思ったけど、クリスは頭いいな。そうかな。冒険者としての経験が生きたのかもね。ねえ、そろそろキノコ鍋できた？おっと、そうだったね。うん、もう大丈夫そう。それじゃあ食べよっか。いただきまーす。なぶらうまーい。うん、おいしい。本当にあったまるね。うん、それにしてもあのヌメヌメの防御はどうしたもんかな。ああ、あれほどヌメヌメしていては波の攻撃では歯が立たない。だよね。お姉ちゃん、おかわり。はい、どうぞ。ま、今は難しいこと抜きでいっか。キノコはたくさんあるしね。ミーアは肉の方が好きだ。そう言いながらたくさん食べてるね。今度は焼きキノコにしよっか。おお、焼きキノコ、それもまたうまそう。いいか、キノコを焼くときは一旦弱火で水飛ばすのがコツなんだぞ。エイミーが言ってた。へえ、エイミーさんらしい豆知識だね。あれ、ちょっと待って。わかったよ、あのジャイアントトードの攻略法。弱火で水分を飛ばす。どういうことだ。まあまあ、作戦会議は明日でいいよ。今は晩御飯の時間を楽しもう。焼ききのこ、米粉も食った。ふぅ、あ、くぅ、スピー、ミーアの分もちょっとあげるぞ。ふにゃん。寝言で会話しちゃってる。かわいいな。あれだけ食べたのに夢の中でも食べているとは。風邪をひかないようにお腹に毛布をかけてあげないとね。さて、そろそろ私たちも寝るとしよう。その前にちょっと散歩でもしない？せっかく星が綺麗なんだしさ。星、本当だ。うん、少し歩くとしよう。
不思議なものだ。こうしてクリスといると気持ちが落ち着くんだ。どんなことも今なら話せる気がする。へえ、それはなんだか嬉しいね。せっかくだからいろんなことを聞いちゃおうかな。そうだ、ダクネスの恋愛模様とかさ。そういうのは。このスバ、ヌメヌメな私との冒険の軌跡をご覧になりますか？